こんにちは。時計メガネアクセサリーリコードでございます。今回はですね、カシオ G-SHOCK はタフな腕時計です。まあ、そのことについてちょっとお話ししたいと思います。まあ、カシオ G-SHOCK は本当に今、そうですね、もう世界のあれですね、もう名前ブランドになりましたですね、カシオ G-SHOCK って。まあ、これが初代モデルとほぼ同じデザインにしたこういう定番モデルなんですけど、まあ、非常にですね、やっぱりデジタルですから、まず磁石に強いですよね。磁気に強い、振動に強い。アナログですとどうしても強いショックで、まあ、センターずれたり、まあ、ありますからね、やっぱりね、まあ、針外れたりとか当然もう、まあ、ショックの度合いにもよるんですけど、まあ、磁気にはやっぱりね、もう例えばソーラー電波であってもアナログでしたら、まあ、時期つくとやっぱり基準値狂ったりそういうことも当然出てきますし、そういうことがまずありませんね、デジタルの場合は。まあ、そういう、まあ、良さっていうかですね、まあ、これからの時期、まあ、いろんなアウトドアにしても、まあこうね、仕事でこうタフな使い方がどうしても要求されることもありますしね、そういう場合も非常にこの時計は頼りになる時計だと思います。まあ、いろんな今ねこういうスマホとこう連結してこうできるそういうタイプも、まあ、アナログと、まあね、一緒になってるのもありますし、いろんなタイプあるんですけど、まあ、今一番日本で売り上げ高いのはカシオなんですよね、実は。まあ、そういう、まあ、多様なこの顔を持ったこの時計ですから、いずれにしましてもこれからの時期ね、本当に頼りになる時計でございますので、どうかよろしくお願い申し上げます。